これ幅120ぐらいあるんですけど、一面肉で埋まってしまうぐらいの量が入っておりました。今回紹介する商品はこちらです。 USA ビーフの牛すじ1712円で購入しました。ここ 1,2 週間ぐらいの話なんですけど、コストコでもね、この牛すじ肉がまた復活したということで情報入りまして、買えたらいいなぐらいな感じでね、今日の朝頑張って、入店前並んでね行ってきたんですけど、運よくね、確保できました。もともとコストコってこの牛すじ肉の取り扱いがあった時期がありまして、ただお客さん同士のねトラブルでもう販売しませんみたいな感じになっちゃった、もう幻の商品でね、一回もこれまで買ったこと見たことすらなかったんですけど、オープン直後にお肉売り場の方に直行するぐらいのモチベーションがないとちょっと手に入れることが難しい商品になってます。で、今日在庫どれぐらい最初あったか分かんないんですけど、10パックはなかったかなぐらい、それぐらいの数があったんで、思ってたより多いなっていう感じではあったんですが、それもね、店舗とか日によって量って多分違ってくると思いますので、もう本当出会えたらラッキーっていう感じの商品だと思います。スジ肉の状態、こんな感じなんですけども、大きい塊からトリミングした時の一そぎ目みたいな長い状態のままザクザクザクっと入っております。下ごしらえの工数っていうのはね結構増えてきちゃうんですけど、価格がなんといっても安くてね、グラムあたり59円というブラジル産の鶏もも肉ぐらいの価格で出てました。それではね、開封していきます。ラップは1枚しかこう貼られてなかったんで、売り場に並んでたやつはねペラッペラの状態、ドリップなんかねちょっと傾けたら漏れそうな感じだったので二重にしておきました。改めまして中はね、こんな感じになっております。一つ一つの塊がこんくらいですね、もうハラミと同じぐらいありますね。で、脂肪もついてるし、肉もねこんな感じでそれぞれ分厚く残ってるんですよね。日本のスーパーとかで売ってるような形ではないんでね、ちょっと戸惑いはあるんですけど、こういった部分なんかは本当うまいこと処理したら焼肉で使えそうなぐらいの肉は取れそうですね。ざーっと見てるんですけど、まあ、こんな感じで片面脂肪とか膜とか筋があって、こっちちょっと肉側みたいな感じになっております。それではね、1パックでどれぐらいの本数入ってるのか、ちょっとチェックしていきたいなと思います。こんな感じです。長いものが多いんですけど、ね、ちっちゃめの破片っぽいものも含まれてます。こっちなんかはね短めのやつがあるので、はい、だいたいどのパッケージもこんな具合なんじゃないでしょうか。今回は見栄え上肉の面をちょっと上向きにしちゃってますけど、反対側はもう真っ白みたいな筋とか脂肪とかね膜とかが残ってる状態です。約3キロのパッケージなんですけど、さすがに短期間でね、食べきるような食材ではないので、今から小分け保存処理をやっていくんですけど、なんか肉として食べれそうな部分もねあるので、そういったなんか厚く肉が残ってる部分はちょっとトリミングして、焼いて食べたいなとか思ってます。ほんとね、ものによっては厚みがもうね 3,4 センチあったりとかするんですよね。まあ、筋も含んでると思うんですけど、包丁入れて、細かく包丁入れたら焼きもいけそうな雰囲気はします。まあ、基本的にはね煮込みとかで使う予定なんですけど、はい、そんな感じで今からとりあえず表面のドリップを拭き取って、肉をこう仕分けて保存していきます。では一旦ドリップをまとめて拭き取って、こっちのね容器に移すという作業をやります。
この時点で選別もしないと効率が悪いですね。これとかマジでスレスレ狙ったら結構なサイズの肉が取れる。肉の繊維見ただけで、あ、どこの部位だみたいなのが分かれば狙ってね、いい筋のパッケージを変えるかもしれないんですけど、そもそもね、これ変えただけラッキーなんで、選ぶっていうのは全然できなかったですね。結局ね、解凍するときにドリップっていうのは多分またね出ると思うんですけど、でも冷凍段階でこれを取ってないと気持ち悪いなっていうのがあるんで、どうなんですかね。手間的にはね、意味ないよってなるかもしれないですけど、なんかやっておきたいっていう感じなんで、これも取れそう。部位がわからんな、本当にむずいな。お肉屋さんとかね、お肉触ってる人は状態とかもよりわかるんでしょうけど、なんもわからん。ちなみにこれバンブーペーパータオルですね、コストコで売ってるペーパータオル使ってますが、やっぱりね、カークランドの方がいいんですけど、これもね破れないですね。普通のなんか安いやつだと多分肉に張り付いてボロボロって崩れちゃうんで、こんなになんか拭き取るみたいなことは多分できないんで、ベストはカークランドのやつかな。バンブーペーパータオルはちょっと裂きにくいんですよね。縦方向にはピリッと裂けるけど、横方向には全く裂けてくれないんで、そこがちょっと使いにくいですね。OK。あまりにも肉が分厚くついてる部分があったんで、ちょっとね、そげるかやってみようと思います。こういうところはさすがにもう諦めますけど、こんな感じでね、焼きでもいけそうな雰囲気のものを作っていこうかなと。かな、これはさすがに無理くさい。うん、ちょっと無理、ちょっとむずい。はい、分厚いところでね、これだと1センチぐらいあるんで、うわ、結構大きく取れましたね。はいはい、ちょっとこれはむずいかな。ということで10分ぐらい格闘しまして、肉をねさらにトリミングしてみました。こっちが焼きでもいけそうな部位ですね。これなんかかなり大きくしっかりしたサイズで取れたんで、まあ、全部が全部じゃないんですけど、なんか分厚めに肉残ってんなっていうものは
か積極的にトリミングしていくと、おこんな感じでね、もう1食分くらいはいけそうなんですよね。ちょっとこれ明日の昼飯で食べようかなと思います。でこちら側は本来使う予定だった煮込みの方に回すみたいな感じでね、やっていこうかなという感じでございます。ということでちょっとね、このままパッと作業をして全部終わらせたいんですけど、今から子供たちを回収してダンスのレッスンがねあるので、また今日の夜ね続きやろうと思いますが、やっぱ買った当日にね、冷凍する分はもうちょっとやっちゃった方がやっぱいいと思いますんで、お時間ある方はね、早めに処理をやっておきましょう。こちらがね、ちょっと実家に分けてたものになるんですけど、牛すじの煮込みになってましたので、ちょっと食べてみたいなと思います。付け合わせに茹でたほうれん草と、あと七味唐辛子が落ちてたんで振りかけておきました。それでは自食。筋のねプリプリっとしたところだけじゃなくて、肉も厚くしっかりついてるんで、うまい。牛すじなんてどんな調理しても美味しく仕上がるんで、まあもう言うことはないんですけどね、買うハードルがものすごく高い商品なので、そこがもうね頑張るしかないというか、その日モチベーションが高かった人だけが買える商品みたいな、そんな感じなんで、まあ、ないとは思うんですけど、たまにこう店頭の在庫がなくなっても昼の夕方にピョンって出てきたりとかっていうことも他の商品ではねあったりするんで、運の要素もかなり強いですし、全然参考になる動画ではないと思うんですけど、まあ、こういった商品もありますよということで紹介させていただきました。この牛すじもし買えたら、1パックでも買えたら一般的な、ね、価格の相場よりだいぶ安いので、一撃で数千円分の年会費回収みたいなことにつながるんで、まあ、年1回買えたらいいかなぐらいの感じですかね。今回運よく買えたんでよかったんですけど、まあ、そんな感じの超超超レア商品でした。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコのおすすめ商品だったりね、今回みたいなレアな商品とか買って紹介してますので、まだチャンネル登録してないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ登録お願いします。まだ小分けの作業終わってないのと、あと調理編みたいな感じでね、何かしら作ってみようかなと思いますので、また動画見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。